アルメン・ミランダは、ポルトガル生まれのブラジル人、サンバ歌手、ダンサー、ブロードウェイ女優、映画スターであり、1940年代、1950年代に人気を博した。ブラジルでの歌手、女優としての経歴を確立した後、リー・シュバートが、1939年ミランダを呼び、彼女のバンドとの契約にサインした。彼女は、 1939年7月にアメリカでデビューし、後に映画キャリアを求め、ハリウッドに今日移している。ブラジルの爆弾と称され、1943年映画ギャングズ・オール・ヒアで被ったミランダのフルーツハットは有名である。1945年までに彼女はアメリカ合衆国において最高級鳥の女性となった。ミランダは、 1940から1953年の間に、計14本のハリウッド映画に出演した。優秀なパフォーマーとして認知されるが、第二次世界大戦の終わりまでには、彼女の人気は落ちてゆく。彼女はその後自身が構築したおなじみの、ブラジルの爆弾イメージを不快に感じるようになり、その打破を試みたが大きな成功は収めていない。 1955年8月4日、ジミール・デランテショーのエピソードの収録中、ミランダに、軽度の心臓発作が起きた。彼女はショーを終えたが、二度目の心臓発作後、翌朝を死亡した。カルメン・ミランダは、ポルトガル北部の基礎実地帯、マルコ・デ・カナベセスの農村バルセア・ダ・オベイラ・エア・リビアダで、マリア・ド・カルモ・ミランダ・ダ・クーニャとして誕生した。 彼女は、ジョゼ・マリア・ピント・ダ・クーニャとマリア・エミリア・ミランダの、次女であった。彼女が10ヶ月だった1909年、彼女の父は単独で、ブラジルのリオデジャネイロに移住し、利用室を開業した。母親は、娘のオリンダとマリア・ド・カルモを相次いで授かる。後のカルメンとなるマリア・ド・カルモは一度もポルトガルに戻ることはなかったが、ポルトガル国籍を維持した。 ブラジルで、さらにアマロ、セシリア、アウロラとオスカルの4人の子供を授かった。彼女は、父のオペラコミックに対する愛情を及び、ビゼーの代表作カルメンにちなんで、カルメンと命名された。オペラに対する、この情熱は、彼の子供と若い頃のカルメンの歌、踊りに対する愛情に影響を与えた。彼女は、聖、リジューのテレーズ修道院に通った。父は、 彼女の芸能界入りに反対した。しかしながら、カルメンがラジオ番組のオーディションを受けたことを父が知った際、母は彼女を支援し、父からは暴力を受ける。彼女はリオのパーティーやフェスティバルで歌った。彼女の姉のオリンダは結核を患い、治療のためポルトガルに送られた。カルメンは姉の医療費を賄うため、14歳でネクタイ屋で働いた。次に、 ブティックで働き、そこで帽子作りを学び、自身の帽子屋を開業し、利益を得た。ミランダは作曲家、ジョズエデバロスに紹介、見出され、彼は1929年ドイツのレコーディング会社、ブルンスウィックで、彼女の最初のアルバムをレコーディングプロモートした。1930年、彼女はブラジルの貴重な歌手として知られるようになり、1933年、 ラジオメーリングベーガーと2年契約を結び、ブラジルのラジオ業界史における初の契約歌手となった。1934年、彼女はブエノスアイレスのラジオベルグラノのゲスト出演者として招かれた。最終的にミランダは RCA レコードとのレコーディング契約にサインした。ニューヨークのブロードウェイでのショーへの招待前、彼女は10年間サンバ歌手としての経歴を積み重ねた。 当時の他の人気歌手と同様に、ミランダは、ブラジルの記録映画、ア・ロズ・ド・カルナバルにて、スクリーンデビューを果たした。2年後、アロ・アロ・ブラジルというタイトルの初の長編映画出演となった。しかし、映画好きの心に、彼女が植え付けられるようになったのは、1935年公開の映画、アステュダンテスであった。1936年公開の映画、アロ・アロ、 カルナバルで有名なカントラス・ドレデオをアネ・オーロラと初めて演じた。リオでとある彼女の物体を見た劇場のオーナーであるリー・シュバートはミランダと彼女のバンド・バンド・ダルアとの契約にサインした。1939年、ミランダは M 洋定期船 SS ウルグアイに行ってブラジルから出港し5月18日にニューヨークに到着した。彼女は 1939年6月19日、ストリート・オブ・パリにてアボットとコステロの相手役を演じ、アメリカでのステージデビューを果たした。彼女のパートは少なかったが、ミランダは良好な評価を受け、メディアの長寿となった。彼女の名声は急速に伸び、到着直後にホワイトハウス版3階で、フランクリン D ・ルーズベルト大統領に対し正式に講演した。彼女は、 ラケンアメリカとヨーロッパとのつながりを強化するためのルーズベルト大統領の前輪外交政策の一部として米国政府が奨励していた。こういった方策がアメリカ国民の受けが良いと考えられていたためである。1940年20世紀フォックスは遥かなるアルゼンチンの出演1回分の契約を彼女と結んだ。彼女は自身の上演に対し良好な評価を得、 フォックスは彼女との長期映画契約を結んだ。アメリカ合衆国でミランダの人気が上昇し続ける一方、彼女はブラジル人の支持を失い始めた。1940年7月10日、彼女はブラジルに帰国しファンの声援で歓迎されたが、彼女の到着直後、ブラジルのプレスはアメリカの商業主義に屈したミランダを非難し、ブラジルにとって、 マイナスのイメージを投げかけ始めた。上流階級の人々は彼女のイメージが黒と感じ、あるブラジルの新聞はまずい黒サンバを歌うと非難した。その他ブラジル人はアメリカ到着時に受けたインタビューでラテンアメリカの女性への固定観念を誇張しているとし、非難した。ニューヨークワールドテレグラムによるインタビューにおいてミランダは当時の限られた英語の知識について話し、 お金、お金、お金。私は英語で二十単語しか話せない。お金、お金、お金、万歳。と言った。7月15日、彼女はブラジルのファーストレディ、ダルシ・バルガス主催のチャリティコンサートに出演した。このコンサートはブラジルの上流階級が参加した。彼女は英語で聴衆を歓迎したが、沈黙した反応となった。ミランダが、 クラブ公演、ザサウスアメリカンウェイでの一曲を歌い始めた際、聴衆は彼女をやじり始めた。彼女は舞台を終えようとしたが諦め、観客がやじり終えた後々、ステージを後にした。この出来事はミランダを深く傷つけ、彼女は着替え室で号泣した。翌日、ブラジル市はあまりにもアメリカ化されてしまったと彼女を非難した。数週間後の1940年9月2日、 ミランダはポルトガル語の歌、ディセラムケ・オルテ・アメリカナ・イザダを録音して批判に応じた。このような曲を歌わざるを得ないほど、当時の彼女に対する批判は凄まじかったということなのだろう。彼女の歌いぶりもフレーズを崩しながら独特のボサ感覚を引き出そうとしてはいるものの、節回しに以前のような余裕がなく、聞き手とのコミュニケーションが取れないことが歌に影響を。 及ぼしていることがわかる。別の歌であるバナナズ・イズ・マイ・ビジネスは彼女が出演した映画のあるくだりに基づいたもので彼女のイメージを直接的に植え付けたものであった。彼女は自身への批判に激しく動揺し14年間もブラジルへの帰国を避けたセッション以降彼女はブラジルにおいて二度と録音を残すことはなかった。ミランダの出演映画は その文化的に均一な中央、南アメリカの特徴付けにおいて、ラテンアメリカの聴衆から厳しい眼差しを向けられていた。彼女の映画が中央、南アメリカで上映された際、その映画はアメリカ人の先入観で、ラテンアメリカ文化を描写しており、実際とは、かけ離れていると強く感じられた。多くのラテン系アメリカ人は彼らの文化が誤って伝えられており、 また彼らの土地の出身であるカルメン・ミランダが彼らのことを誤って伝えていると感じた。彼女の映画、遥かなるアルゼンチンは猛烈な批判を浴び、アルゼンチンの評論家はアルゼンチンの文化を描写できていないと述べた。映画中の歌詞はアルゼンチンとは関係ないテーマで歌われ、厳密にはアルゼンチンではなくむしろメキシコ、キューバ及びブラジル文化の融合であるとされた。 ブエノスアイレスでの生活を誤って描写しているため、遥かなるアルゼンチンは、アルゼンチンにおけるその後の上映が禁止された。翌年の映画、ウィークエンド・イン・ハバナの後、同様な機運が、キューバでも高まった。キューバの聴衆は、ミランダが演じるキューバ女性の描写に立腹した。映画評論家は、リオから来た人間が、ハバナの女性を演じることはおそらくできないと主張した。さらに、 彼らは映画でのミランダの踊りはキューバのものではないと批判した。ミランダの演技に関しても議論が湧き、単にブラジル文化とその他ラテン文化を混成させただけとされた。批評家は他の彼女が出演した映画ではラテンアメリカの直接的な象徴としてはブラジル文化で十分であるという過程のもとラテンの地を誤って伝えていると批評した。アメリカに戻ると同時に ミランダはハリウッドで彼女の映画人としてのキャリアを積み、ブロードウェイに出演、クラブやレストランでの上演を行った。1941年、彼女はアリス・フェイ、ドン・アメチーとザット・ナイト・イン・リオで共演した。同年、彼女はウィーク・エンド・イン・ハバナにおいて再度アリス・フェイとの共演を果たした。この時のミランダの収入は5000ドル、週であった。 1941年3月23日、彼女は、で、足跡を、チャイニーズシアターの歩道に残した初のラテン女性の一人となった。1943年、彼女は、さらに有名な映画の一つ、ギャングズ・オール・ヒアに出演した。翌年、ミランダは、フォージ・ルズ・イン・ジープに仮名を出演した。1945年までに、彼女は、 ハリウッドの最も高級鳥の芸能人及び、アメリカ合衆国の女性工学納税者となり、その年20万ドル以上稼いでいた。1945年の第二次世界大戦終結後、アメリカ人の大衆思考は変化し始め、ミュージカルは思考から外れていった。ミランダのブラジル人爆弾イメージの目新しさがすり減ったのを、ハリウッドスタジオの重役やプロデューサーらも感じていた。 結果として、ミランダのキャリアは衰えた。彼女は1946年1月の契約終了前に、ホックスの最後の映画、ドールフェイスに出演した。彼女は後にユニバーサルとの契約にサインしたが、その当時、ユニバーサルは別のスタジオと合併していた。マネージメントの変化により、ミランダの映画の企画はなされることはなかった。 すでに確立したイメージからの脱却を目指し、ミランダは違う役で手を広げようと試みた。1946年、彼女は、フォックス映画、If I'm Lucky で、アイルランド系アメリカ人を演じた。翌年、彼女は、ユナイテッドアーティスト映画、ナイア映画はそれほどヒットせず、映画評論家とアメリカ人の大衆は、ミランダの新しいイメージを受け入れなかった。 彼女の映画人としてのキャリアが揺らぎ始めたが、音楽のキャリアは失墜することなく、ナイトクラブでは人気を博していた。1948年から1950年まで、ミランダはアンドリューシスターズと組デッカのシングル3枚をプロデュース、レコーディングした。最初のコラボは1945年のラジオで、ミランダは ABC のアンドリューシスターズショーにゲスト出演した。 最初のシングルは最高の人気を得た。続いて1950年にウェディングサンバがヒットした。1948年、彼女は MGM 映画スイングの少女でウォーレス・ビアリー及びジェーン・パウエルの相手役として共演し、1950年再び MGM のナンシー・ゴーズ・トゥ・リオにも出演した。1953年にはパラマウント映画 底抜けびっくり行天で、底抜けコンビと共演し、最後の映画出演をした。1953年4月の、底抜けびっくり行天の公開後、彼女は4ヶ月間のヨーロッパツアーに出た。1953年10月に、オハイオ州でのクラブ上演中に、過労で倒れた後、彼女のその後のツアーはキャンセルとなった。彼女の意思の提案のもと、ミランダは休養のため、 ブラジルに帰国した。ミランダは1940年に受けた批評についてまだ昇進を引きずっていたままであったが彼女の帰国が温かい歓迎で受け入れられたことに喜びを感じた。彼女は1955年4月までブラジルに泊まった。やがて彼女は回復し1955年4月4日にアメリカに戻った。1947年3月17日 ミランダはアメリカ人映画プロデューサーであるデイビッド・アルフレッド・セバスチャンと結婚した。1948年に妊娠したが流産となった。伝えられるところでは彼女の結婚生活は苦難に満ち、彼女の家族はセバスチャンに暴力癖があると述べた。1949年9月、二人は離婚を発表したが後に和解している。アメリカに向かって出発する前に そして彼女の夫に会う前に、彼女は若いマリオ・クーニアと美食家のカルロスだ、ロッチャ・ファリア、伝統的なリオデジャネイロの家族と同じくミュージシャンのアルイーズで、オリベーラ、バンドーダ、ルーアのメンバーの一人の息子との関係を持っていた。その後、それ以前からの多量の喫煙とアルコール摂取に加え、ミランダは、 アンフェタミンとバルビツール剤を服用し始め、それらが彼女の命に大きな打撃を与えた。1955年4月にカルメンはラスベガスの、そして7月にキューバのニューフロンティアホテルで能力を発揮した。その後、彼女は再発していた気管死の病から回復するためにロサンゼルスに戻った。1955年8月4日、ミランダは、 NBC バラエティシリーズジミー・デュランテショーの1コマを収録していた。ジミー・デュランテによれば、ミランダは収録前に体の不調を訴えた。デュランテはミランダの代役を要請したが彼女は拒否した。ジャクソン、ミランダ、アンド・ゴーメースの歌と踊りを終えた後、デュランテの目の前で彼女は膝から崩れ落ちた。デュランテはこの出来事のことを後にこう語っている。 私は彼女は、ただ滑って転んだだけだと思った。彼女は起き上がり、息が切れると言い,い、彼女のセリフを私が代わりにやると言ったが、彼女は続けた。我々は11時頃に仕事を終え、彼女は大丈夫そうに見えた。1955年8月5日の午前4時頃、ビバリーヒルズの彼女の自宅で、2回目の致死性、心臓発作がミランダを襲った。 2006年の百科事典によれば、彼女の死は公式に心臓発作として報告された、しかし46歳のスターが妊娠していて、そして、歯間埋症高血圧と腎不全によって特徴付けられた妊娠関連の状態で死んだことは後に明らかにされた。ミランダが出演したジミール・ユランテ賞は、彼女の死の2ヶ月後に放送された。エピソードのクリップは、a e ネットワークスバイオグラフィーのミランダのエピソードにも加えられた。彼女の望み通り、ミランダの遺体は、ブラジル政府が国の哀悼期間を宣言したリオデジャネイロへ戻り、埋葬された。6万人がリオ市役所での彼女の追悼儀式に参加し、50万人以上のブラジル国民が彼女の埋葬場所にエスコートすることになった。そして50万人以上のブラジル人が彼女の 止まっている場所へ、葬儀グブインを送り届けた。ミランダは、リオデジャネイロのサンジョアンバティスタ墓地に埋葬されている。映画産業への彼女の貢献に対し、カルメン・ミランダは、6262、ハリウッド・ブールバードのハリウッド・ウォーク・オブ・フェームにて星を付与されている。1956年に、彼女のすべての所有物は1976年8月5日に、 ディオでオープンしたカルメン・ミランダ美術館の創設のために彼女の夫と家族によって寄付された。ミランダのハリウッドイメージはサンバ、タンゴ及びハバネラ同様、ブラジル、ポルトガル、アルゼンチン及びメキシコの特徴をぼかした独特のラテイイメージであった。それは慎重に様式化され異様に派手なものだった。彼女はプラットフォームサンダルや果実で作った塔のような 頭飾り多く身につけ、トゥッティフルッティ帽子をつけた女として有名になった。ミランダの巨大な果実満載の帽子は世界中で認識されているアイコンである。これらのコスチュームは1939年にカルメン・ミランダにインスパイアされたターバンや宝石のラインナップをリリースしたサックス・フィフス・アベニューの石にもなっている。 多くのコスチュームジュエリーデザイナーがカルメン・ミランダにインスパイアされ果実宝石を製作し今日でも高く評価されヴィンテージ及びアンティークコスチュームジュエリーコレクターによって収集されている。フルーツジュエリーは今日のジュエリーデザインにおいても人気がある。このため今日見られるフルーツジュエリーの多くは今でもカルメン・ミランダジュエリーと呼ばれる。 カルメン・ミランダの顕著な数字は今日絶えず再考される。プラダ、サリナスとローザ・ CH は芸術家によって自らのコレクションを作るよう奮い立たせられたものの若干である。ミランダはドイツのカメラマン、エレン・フォン・アンワースから2009年1月とトゥッティ・フリューキと呼ばれる短編映画でサンパウロファッションウィークのテーマ祭であった。 彼女は今なお果てしないインスピレーションの源となっている。彼女のイメージはかなり風刺されて女性の振る舞いの象徴とされ、今日ではカルメン・ミランダは女装家の間で人気がある。このスタイルは短編漫画映画においても模倣された。ワーナー・ブラザーズアニメーション部は特にミランダのイメージが好んだようである。アニメーターのバージル・ロスは フルーツハットで隠れエルマーファドから逃れるというバックス、バニーが演じる短編漫画、スリックヘアで、ミランダのスタイルを用いた。バックスは、ワッツクッキンドッグで、ミランダのモノマネをしている。テックスエベリーもまた、MGM 短編のマジカルマエストロで、ミランダのスタイルを用い、あるオペラ歌手が魔術師の杖によって人や、フルーツハットなどに変身させられるという描写がある。 カーメン・ミランダ・ドミニストラサウィー・ライソン・シアーメントスは、カルメン・ミランダの芸術的な辞書を守り、かつ管理する責任を持つ会社である。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム。1998年9月25日、ハリウッドの長年の名誉市長で、第二次世界大戦下にて、ミランダの友人であったジョニー・グラント主催の式典にて、ハリウッドの広場は、カルメン・ミランダ・スクエアと名付けられた。 ブラジルのコンサルジェネラルホリオガマがカルメン・ミランダのオリジナルバンドのバンドだルアのメンバーとして開会式に出席した。カルメン・ミランダ・スクエアはロサンゼルスに多くある広場の一つに過ぎないが歴史的芸能人にちなんで名付けられたのはこのカルメン・ミランダ・スクエアのみである。この広場はチャイニーズシアターの向かいのハリウッドブールバードとオレンジドライブの交差点に位置する。この場所は チャイニーズシアターのコンクリートにカルメン・ミランダの足跡が残されているからだけではなく、対日戦勝記念日にハリウッドブールバード交差点付近で米軍遺門協会の軍人に行った即興の上演を記念したものとして特に注目に値する。カルメン・ミランダの博物館はリオデジャネイロ・アベニダルイ・イバルボサのフラメンゴの近くに所在している。博物館はオリジナルコスチュームなど 彼女の映画作品解説のクリップを展示している。ポルトガルのマルコでカナベースにもムゼウムに引っ張るカルメンミランダと呼ばれるミランダの博物館があり、様々な写真や有名な帽子の一つを展示している。博物館の外にはカルメンミランダの像がある。2009年、モデルの卵たちがしのぎを削るオーディション番組アメリカズネクストトップモデルサイクル12内において、モデルたちは カルメン・ミランダを写真撮影にて体現した。ブラジル生まれのドキュメンタリー作家、ヘレナ・ソルベルグは、1995年に、カルメン・ミランダ、バナナイズ・マイ・ビジネスというタイトルで、ミランダの生涯にまつわる、ドキュメンタリー映画を制作した。また、ブラジル人作家ルイ・カストロは、カルメン・ミランダの伝記、カーメン、ウマー・ビグラフィアを書き、2005年に発表した。 アメリカのコメディドラマ番組、モダンファミリーシーズン2の第20話において、オーブリー・アンダーソン・エモンズ演じるリリーが、カルメン・ミランダの変装をして、写真に写るシーンが登場する。2013年1月に公開された映画、LA ・ギャング・ストーリーにて、ナイトクラブ、スラップシー・マキシー・エスで公演するミランダを、イベット・タッカーが演じている。ブラジルの歌手ネマト・グロッソのアルバム、バックでは、 ミランダの初期のヒット曲を忠実にカバーしている。カエターのベローゾは1992年にライブアルバムサーキュラドビボでディゼラムクイボルテーアメリカナイザダをレコーディングした際、リオでレコーディングされた彼女の初期のサンバを歌いトリビュートした。彼はまたニューヨークタイムズのエッセイにて彼女のキッチンで誠実なサンバ芸術の遺産を考察した。また、 ベローゾの人気曲の一つであるトロピカリアにて、ベローゾは歌詞の最後にバンザイバンダ、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 カルメン・ミランダ、ダ、ダ、ダと歌っている。シンガーソングライターのジミー・バフェットは、自身の1973年のアルバム、ア、ホワイト・スポーツ・コート・アア・ピンク、クラステシャンで、ゼードン・ダンス・ライク・カルメン・ノーモアと題し、カルメン・ミランダにトリビュートした。 1970年代前半、ノベルティとして知られる、ダディ・デュードロップが、ミランダのトレードマークとなっている、歌のワンフレーズ、チック・ア・ブームを用い米国トップ10ヒットに入った。ピンク・マルティーニは、2007年のアルバム、ヘイ・ユージン、で、テンポ・パー・ディドをレコーディングした。歌手レスリー・フィッシュは、宇宙ステーションが新鮮なフルーツで一杯になる。 カルメン・ミランダ・ゴースト・イズ・ホーンティング・スペース・ステーション3という詩を書いた。ある SF 作品集では、後にこのタイトルが付けられた。ベルベット・アンダーグラウンドのメンバーのジョン・ケールは、自身のアルバム、ワーズフォーザダイングに、ソウルオブカルメンミランダという歌を収録した。ありがとうございます。